川八郎、人生を変える出会い。いつも番組を聞いていただきありがとうございます。このポッドキャスト人生を変える出会いでは、番組の継続のためにサポーター制度を始めました。北川先生、一言お願いします。はい、どうかこれからも人々のために尽くせるその場を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。北川八郎人生を変える出会いサポーター制度、詳しくは北川八郎ホームページもしくは j.mp/kitapod.j.mp/kitapod.までチェックしてみていただけたら幸いです。それでは今週の番組をお聞きください。こんにちは、早川洋平です。北川八郎人生を変える出会い、北川先生、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、前回ですね、うっかり僕が死と病の話を先生にしてしまいましたが、とてもね、もう 12、3 分で終わる話じゃないということですね。そうですね、死の話はもう少しいろんな例とかあれを持って、ね、まあ、相手を説得するつもりはないけれども、うん、恐れるものではないけど、まあ行き着くところを意識して生きていかなきゃいけないのかな。なのでね、まあ、今日もその辺の続きもまだあると思うので、いろいろ先生に続きを伺っていきたいんですけども、うんうん、あ、そうそう、あの朝の爽やかな、はい、あ、キャンプなんかに行って早く起きたりするじゃないですか。森の中とか川のそばに行って、その時に時々あのすごく景色に感動したりすることありません？あります、あります。その景色は どんな景色で、濁ってる、なんかこうもやってる、それともなんか生臭い、から熱い汗が、ちょっと適切か分かんないですけど、僕はそういう森林とか好きなので、朝ちょっと朝もやな感じで、ちょっともやかかってるけど、そこになんかこう湖あるとか緑があるみたいな、そういうのが好きですけど。でもなんか全体に透明感があるよね。あ、もちろん爽やかさとか、ね、透明感とか、はい、輝きとか、それは間違いないですね。すごいあの感動するような、なんかわあ、こうじっと住んでる感じが好きです。住んでる感じがするでしょ、はい、それが好きですね。うん、だけどそれが同じように人間にでもそんな感じない、こうすごく、まあ、例えは悪いけれども暴力団のような人や顔の悪いような人は、はい、政治家でもなんか濁ってる、なんか言葉が怖い人のような人の場合、なんとなく濁ってるって表現が合うような感じで、あ、まあ、その逆でね、この人本当透明感あるなみたいなね、うん、それは別にその、まあ、もちろんね、美しい人とかっていう意味での透明感もあるかもしれないですけど、そういうことじゃなくて、なんかありますよね。美しい顔とは違って透明感ある、何なんでしょうね、うん、でそこが僕今日のテーマじゃないかな。来ましたね、と思うやけど、 なんでしょうね、なんだと思う。僕はね、そういうものを、美しいのか透明感あるものとか美しい景色とかいうものにはすごいエネルギーがあると思うよ、うんうん、朝のだけね、うん、あれ透明感あってわーうわー美しいというのはエネルギーを感じるから、あのなんかね、わー美しいとかわーすごいとかこう感動するよね。確かにその景色を感動するんじゃなくて、はい、そこにあるエネルギーが、しかもそのエネルギーってまさしく、だからそれは澄んでるとか透明感ってことなんでしょうけど、いわゆる物とか、うーん、なんだろう、物質的ないわゆるパワフルな、なんかエネルギーとは違いますよね、うん、なんか表面的なものとは違います。いや、でもね、すごい澄んだ景色とか澄んだあのエネルギー体の中にいるものはね、光の中にいるものはやっぱりすごいエネルギーをもとに安らぐことや勇気をもらえるとか、うん、そういうエネルギーを含んでるよ、美しいもの、はいはい、でそういうのがいっぱいあると透明になりやすいよ、うんうんうん、分かるかな。いや、分かるって言ったら怒らせですけど分かります、分かるけど確かに一番言語化しづらいですよね。で僕も今先生にお伝えできたら分かんないですけど、例えばなんだろう、そういう、まあ、先生の勉強会にはいないですけど、なんかそういうビジネス系の交流会とか行くと、ある意味すごいパワフルな人いますけど、ね、その人は先生が今おっしゃってた、なんかまあ自戒も込めてですけど、そういう人はなんか俺はお金持ってるぜとかすごい成功してるぜみたいなパワーはあるけど透明感ないよね。そう、そのさっきおっしゃってたエネルギーっていう意味では全然別物ですよ、ね、純粋性、なんか透明感あって爽やかっていうのとまた違うと思うよね。
で、その違いは何かと言ったらね、透明感があったり爽やかなもの、そして安らぎをくれるエネルギーほどあのなんか透明なんや、うん、透明なものほど逆にすごいエネルギーがあるんや、はい、でその分かりやすく言えばまあいつも前にも言ったと思うんやけど、光っていうのは7色持ってるやん、はいはい、だから赤の光はなんかどんな感じをもらえる、なんかこう、まあ、よく言えばこうちょっと動くというか、うん、でも悪く言うとちょっとザワザワしそうだなみたいな。グリーンは、グリーンは穏やかな感じ、癒されますね。ブルーは、まあ、ブルーもなんか澄んだ感じですよね、静かな感じやろ、はい、ピンクは、ピンクもまあなんかゆったりした感じですね、愛っていうか、はい、そういう感じやろ、黄色とかは、まあ、元気になる感じ、薄い緑はなんか安らぎとか、まあ、草原とかですよね、うん、優しさとか、はい、爽やかさ、はい、色にそういう言葉を当てはめるとエネルギー、そういうエネルギーあるやろ、これ面白いですよね、ほとんどそんな僕と多分変わんない答えですよね、普通は、なんだろう、そんなの小学校で習ってないですけどね、うんうん、だから色っていうのは光の色っていうのは、はい、あの言葉にしたらそういうそれぞれのエネルギーを持って、人を安らげするとか、はい、あの落ち着かせるとか、それから体を活性化するとか、なんだろう、ピンクやったら野菜、あ、ほっとするとか、はい、でありますね、あるやん、でそれを全部合わせると何なの、透明か、透明や、はい、で透明ということはそれだけの、それを全部持ってて、持ってるから、持ってれば持ってるほど透明になって、そこにエネルギーがたまるやん、うん、でそれを見た時にそれを全部得られるから爽やかだったりエネルギーがあったり美しいと感じるんや、つまり逆に言えば美しいと感じて立ち止まるような、はい、景色とかいうのはそこにものすごい純粋なエネルギーが、うん、そこにこう吹き溜まりみたいなもんない、うんうん、ああなるほど、そうか、でもその一方でこういろんな色混ぜていくと黒になる場合もある、あ、それは人間が作ったものですよね、人間が作ったものはいろんな色を混ぜると黒になる、神が作った、天が作ったものは透明です、ね、あ、透明で、光は透明で、面白いですね、面白いって言ったらなんかちょっと交渉の話から、うん、あの世俗的になっちゃいますけど、なんか決定的に人間と神でそこは違うってことですね、そうそうそう、人間が作ったエネルギー、絵の具はこう美しいけど、それぞれの色は美しいけど混ぜると黒になる、人間の欲と欲よ、外欲ですね、うんうん、でも神の欲はそうやない、特に安らぎ、はい、平和感から感動、歓喜、なんか立ち上がる勇気、希望とかいう言葉に当てはまるような色を持ってるんよ。そしてその透明感の逆にある人っていうのはそういう意味だ、それを持ち合わせてそのエネルギーをいっぱい持ってる人なんよ、だから走ってるんよ、ですよね、でさっきの絵の具の話でいけば、うん、その欲とかじゃないってことですよね、そうね、だからキリストとかブッダの絵には光をこう声出してるけど、それは全部それらを含んだ光を走ってるからすごい透明だったり、うん、純粋だったりという言葉が当てはまるような姿形や佇まいがあるわけよ、うん、なんかそのレベルというかそういう感じでずっと生きてったら、まあ、先生も僕からするともちろんそういう方なんですけど、なんか死に対するさっきの、ね、先週の話ですけど、なんか向き合い方、乗り越え方とか変わってきそうですよね、うん、あんま恐怖がないのかな、なんかそうそう、だからその通り、だから朝の純粋とか美しい景色に出会いなさいって言ってるんよ、うん、しょっちゅうこう、だから今世しか出会えないようなあの空の上の景色なんてもうあそこはもう濁ってない ところなんよね、はい、だからあの飛行機乗ったらもうあれを見つめてあのエネルギーをもらいなさい、もったいないね、うん、本当ですよね、毎日乗れるわけじゃないし、うん、であんな上に行くことなんかできないもんね、絶対無理ですね、実力、うんうん、自力じゃ、だけどそこにはすごいエネルギーの吹き溜まりがあるって、はい、だからそれを神って言うんやろね、うん、うん、だけど手を合わせたくなる、美しい景色見たり、はい、美しい夕焼け見たりしたら、朝日を見たりしたら手を合わせたくなるやん、うん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 、これ毎度も先生に何年も前から伺ってますけど、改めてですけど、そういう、まあ、今の虹の話もね、言われればもう 120% 納得なんですけど、どこにもそんな話出てないじゃないですか、先生はそれを、うん、やっぱりなんかね、先々週のあの文章とかいろんなアイデア降りてくるの話ですけど、やっぱりなんかそれをもうなんとなく分かっちゃうんですか、そういうエネルギー体につながるとイメージとか文章とか知恵とか希望とかいうものを含まれたものを言葉に訳していくこと、そうですよね、うん、に過ぎないっていうか、でもそこに欲があるとそこに怒りとかあの不平不満とか思い通りにいかないとか、うん、
なんかトラブル、まあ、憎しみとかいうものが生じてくる、はい、からまあね、だからできる限りこうそういう意味では肯定して肯定できるような生き方をしていくといいっていうか、うん、どういったらいいかね、うん、でもそうですよね。 できれば、まあ、もちろん自分がまずそうあるこありあろうとすることだと思いますけど、やっぱりなんか一緒にいる人もそういうね透明感のある人というか、そういう人とできるだけ過ごしたいですよね。過ごしたいね。そのためには自分がちょっとちゃんとしないとってあるかもしれないですけど、まあでも少し求めてるとそういう人と出会うもんね。同じ色の人と出会うから気づくだけでいいと思うよね、はい、僕こういう話を聞いて、そうか、空のにはそんなエネルギー、美しいエネルギーがいる、その向こうには神がいるっていうかね、神がいるからこ そ美しいエネルギーが出て、特に純粋性があって、はい、それをなんか感動という形で受け取ることができる、うんうん、でそれを続けていくとこう死に対する恐れもこうなんか導かれるようにやってくるから、うん、不安がないんではないかな。まああまり悟りではないけれども、うん、いやでも、ま、毎度本当すごい気づきいただきますけど、結構この150回近くやってて、なんか前回今回、まあ、とてもそれこそね30分でって話ですけど、でもすごい話を伺いましたね今日、うん、まあ、じゃあやっぱりね、どっか旅行行った時もそうですし、ちょっと飛行機乗った時もあのぼーっとしてるなとなんかちょっともったいないですよね。でもなんか青い空、うん、ブルーの濃い空なので、なかなか日常ではあの上に行かんと見れんのよね。そうですね、やっぱ下の方はちょっと空気が濁ってるからね、うん、全然違いますよね、うんうん、だけやっぱああいう時はチャンスや、あの本当今世しか、この人生でしかやっぱ出会えない景色なんよね。でもそれこそメインテーマにはなりえないんで、ちょっと最後に おまけじゃないですけど先生に伺いたいんですけど、先生もまあ飛行機乗る機会結構あると思うんですけど、僕もやっぱり特に海外行く時、前もお話したかもしれないですけど、もちろん海外の旅自体はすごいインスパイアされるんですけど、あの行き帰りの飛行機の中がすごいやっぱ独特の空間じゃないですか、うんうん、すごいなんか想像力が豊かになるというか、あれ何なんですかね、あれもなんか文字通り天に近いからなのか、なんか非日常だから、いやあれはね重力の違いだから、あのものすごい重力受けてるよ僕ら、はい、普段ね。で例えばわずか10年で早川さんのあの免許証の写真見たら明らかに10年で老けてるよねはい、多分あれを老けてるのは重力で、ただ顔が変わってるだけで、だからどの人見ても大体分かるやん、平均してあこれと40代やな、あこれと30代やな、うん、人生の苦労ではなくてあの重力によってメジャーとかなんとかで大体分かってくるやん、はい、だけどあれはほとんど重力に負けてるだけの話なんよね。じゃあずっと机上の人であれば若いと、若いよねいやでもそう、明らかになんかあの空間はまた異質ですよね、普段の空間じゃないですよね、うんうん、そうね、重力違うから、うん、まあまあ話ちょっとそれちゃいましたけど、でもなんかそういうね瞬間空間光景ってやっぱり、まあ、先週も話しましたけど、やっぱ大事にしないともったいないですね。そうよね、だからまあ一言で言えば美しい景色を絶えずなんか探しなさいっていうかね、うん、出会いなさいっていうか、美しいと思う心を養うといいよ、そこ絶対そこに、ね、神、後ろに神がいるというかね、まあ、この世聖なるものがそこに存在している、はい、から聖なるものを見つめるというのが美しい景色に出会うことではないやろか、うん、まあ、言葉で言えば、うん、はい、ありがとうございます。さあ、この番組では皆様からのご質問ご感想を募集しております。詳しくは北川八郎ホームページ、もしくはメールアドレス北川アットマーク KIQTASjp 北川アットマークキクタス .jp までお寄せください。また今回も皆様のおかげで、この番組をお届けすることができました。毎月、サポーターとして支援してくださっている皆様にも、心より感謝を申し上げます。また、次回も、皆様のお役に立つべく先生と番組をお届けしてまいりますので、引き続きご支援いただけたら幸いです。先生今日はどうもありがとうございました。 ありがとうございました。